それでは、お顔 の, あの手術では目に並んでやっぱり希望が多いのが、うん、お鼻の手術だと思うんですね。で、鼻ってやっぱり顔の真ん中にあるので、すごくなんか注目される場所でもありますし、印象も変わるところ、特になんか鼻のいろんな手術法を、考え出して発表もされている大竹先生ですので、鼻の手術について、ちょっと お伺いしてみたいと思うんですが、まあ、鼻自体、鼻って漢字で書いた鼻っていうのは自分の字っていうのと似ていて、顔の真ん中にあって、こう自分を代表するようなところですね。実際に鼻の手術の満足度っていうのは比較的低いんです。どこで何をやってもちょっと不満が残って、もうちょっとここをどうしたいとかいうのが常につきまとうんですね。で、これは世界的に見ても同じらしいです。ただ東洋と西洋ではもう本当に考え方が逆で、西洋では非常に大きな花を嫌いますので、どうやって小さくまとめようかっていうのがもう100年以上歴史があります。で、東洋では今度逆なんですね。花がちっちゃいですから、もうちょっと鼻筋通してこうしっかりした鼻にしたいというのがずっとありました。ですから意外と東洋で多いのは、鼻に何か入れて高さを出すという手術は非常に歴史がある、ね、かっこいい鼻って実はなくて、鼻って全部悪口の対象なんです。ですからその対象となっているものを軽減してあげようというのが、まあ、鼻の手術の目標だろうと思います。じゃあ、まあ、鼻の手術をしましょうということになると、まあ、日本だと鼻高くするのがどうしても多いんですけど、どんなものを使って鼻を高くする、まあ先生はどういうスタイルがまあいいかなっていうふうに。まあそうですね、どうしてもシリコンとか長いこと入っているとどんどん皮膚が薄くなって、結局トラザラがいないとかいうような例がずっと経験してきましたので、自分が新たにやるっていう場合は自家組織にこだわってやっています。やっぱり人工物っていうのはどっかフィットしないところがあるね。ただ逆に人工物でやる場合は取ることができるっていうのはもしかしたら最大の利点ですね。簡単に取れるっていうのはね、それからどこも鼻以外は傷がついていないわけですから、さっき言ったように満足度が低いので、もしかしたらやり直すかもしれないという計画があるような方は一時シリコンとか人工物もいいのかなとは思います。ただ自分としてはスタンスとしてよく吟味して、まあ、一生持つものとしてやりますから、私自身はあんまり使うことはありません。で、今耳の話が出ましたけど、耳の軟骨をうまく加工して鼻の背に持ってくるっていうのは、両耳使っても耳が崩れちゃ困りますから、そこそこ崩れない程度に取れた量でどのくらいのことができるかって言えば、まあ限定ですね。鼻の上に乗せて2ミリぐらいの高さをキープしながら鼻筋を通すぐらいのことは、これ問題なくできると思いますけれども、同じく耳を使って鼻先とか土台とかいろいろ他にも使うということになると、ちょっと心もとないですね。で、耳の軟骨はちゃんとこういうこれだけ柔らかさがあるので、鼻の先にはよく向いてると思います。よく鼻の先を動きますから。ですから私自身はもしかいろいろシミュレーションデザインで高さをしっかり出して鼻先もしっかり出してみたいな場合には、鼻の背には肋軟骨を使うことが多いです。あまり耳に犠牲をしやせないというようなことかなとは思いますけど、それはどうですかね。人工物は結構使う。僕は別にどれがダメっていうのはないかなとは思うんですけれども、やはりL 型のインプラントですね、シリコンの L 型を入れてた時っていうのは結構トラブルが多かったので、L 型はなんかやっぱり世界でもあんまりだんだん使わない雰囲気になってきていて、でサイズがちゃんとその人 の, 鼻の尾骨とか、に合った無理のない、I 型のシリコンだったらば、
あの鼻先の方は軟骨の処理をして、鼻先を高くするっていうことではなく、あのその高さを稼ぐっていうことでは、シリコンもちゃんと形がその人の鼻に合ってればいいのかなと思うんですね。ただ、まあ、何かあった時は入れ替えますよという話をして、するのがいいのかなと思います。で、私はなんかあの耳介軟骨をあの取ったやつを筋膜に入れてやるのを使うことがまあ多いんですけれども、ただやっぱりそんなに高さは稼げないです。で、すごく高い鼻を希望される場合は、やっぱり肋軟骨なのかなとは思うんですけど、肋軟骨はそのまま使うとやっぱり長年経過するとちょっと曲がることがたまにあるんですね。で、そういうことがあるので、やっぱりちょっと使い方をいろいろ工夫したりしなきゃいけないかなっていうところがあるのとありますね。で、あと、まあ、鼻を長くするっていうかね、あの微調延長とか、する場合は、まあ、中隔の軟骨を使ってそれに、軟骨操作でいく場合もあるし、それに耳介軟骨を併用することもあるし、それから肋軟骨を使うこともありますので、まあ、あのケースバイケースになってくるのかな。やっぱり耳介軟骨は同じ術野で取れるものなので、あのやりやすいっていうのはあるんですけど、肋軟骨は別のところに傷を一つ つけて、やらなきゃならないので、あのちょっと操作上時間がね、あの負担が少し増えるっていうこともあるので、うん、進める場合と進めない場合があるのかな。あとは、まあ吸収されるものが最近ね、あのいろいろ出てきてますけれども、吸収される、例えばヒアルロン酸とかは、ちょっとずつ足せるっていうようなことが、だから例えばもう塊でいったのをポンと入れたらそれから変わらないんですけど、ヒアルロン酸の場合は、少し入れて微調整っていうのがすごくできるっていうのは良さなんですけど、ただ鼻への注入はあの側栓のリスクっていうのがすごくある場所なので、ちゃんとあの気を使った解剖を考えた注入を行わないと、失明が起こったり、ね、皮膚が壊死を起こしてしまったりっていう例も結構報告がすごく多いので、ただやればいいっていうことはない、そういう注意あのを持ってやってくれる先生のところじゃないとやってはいけないかなっていうふうには思います。鼻のトラブルに関しては大竹先生は日本的な権威ですので、あのトラブルの患者さんを助けてくれることで、あの非常に有名な先生。やっぱりあの一番シリコンであっても自分の組織であっても、鼻の手術の後に一度感染を起こしたりすると大変厄介なことになりますね。シリコンの場合はやっぱり異物ですから、感染を起こしたらとにかく抜いてしまってよく洗って直すというのがまず基本にありますけれども、I型のシリコンだと犠牲は少ないと思います。あのそんなに問題ないんですが、さっき言ったように L 型のシリコンというのは鼻のこの膜葉中隔という間に入りますから、そこの足のところが仮にそのシリコンを抜いて感染が収まっても、一度そこが空間ができてまして、今度は体はそれを縮んで直そうとしますから、柱が奥に入ったり、場合によっては鼻がどん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 短くなって上向いたり、そういった弊害が出てきますから、いわゆる鼻を伸ばすっていう意味ではなくって、元の位置に戻すだけでもいわゆる中隔の延長の手術が必要になってくるんですね。ところが一遍感染を起こしているとやっぱり数ヶ月本当は置かないと、新しくその何か手術したところがまた再度感染する率が高い、ね、ですからちょっとそういう意味では、あ、自分がすごく感染しやすい体質なのか、あるいは本当に感染している時はどんな菌で、なってたのかっていうのは、あのやっぱり 本来だったらよく調べて次にステップに進むべきだと思いますね。でそれがちゃんと知っていれば、まあ、なんとかなりますけども、
しっかりといろんな耳介組織で軟骨もいっぱい使ってやったんだけれども、鼻の中って雑菌が多いですから、もしかしたら最初の時かその後になって処置の問題でなったのか分かりませんけれども、自家組織でも軟骨に血流はありませんので、入れた軟骨のに感染がかぶると、これまた全部取らないとそうそうは治らない。洗うだけでなんとか頑張ってっていうことになっても、さっき言ったような現象が起きるので、すごい全体が団子になって構造が分かんないぐらいになりますので、これの修復っていうのが多分一番大変かなとは思いますね。1回でやり直しが効いた場合ももちろんあればですね、何度も感染を起こしていると周りが反抗化して血流が悪いですから、新しく移植したりしても血流が悪いのでうまくつかないとか、再度そのために時間がかかって感染するってことがまたまたあるんですね。ですからそういうのを見越してその段階を追って修復しなきゃならない例も結構あります、ひどい例の中にね。ですからやはりそのあらゆる手術そうなんですけれども、失敗したらどうなるかっていうとちょっと聞こえ悪いんですけれども、そういう外科的な合併症、感染したり血が溜まったりっていうことはクールに数字だけ取るとどんなお医者さんがやっても必ずパーセントあるんですね。ですからその数が少ないところっていうのはそういうのを早期に発見して対応できるっていうことですから、そういう目でやっぱり、さっきちょっと出てましたけれどお医者さん選びやなんかにも加わる話かなとは思います。はい、先生もう美容外科医としてのね、歴史すごく長いと思うんですけど、一番なんかすごくこう思い出に残ってるあの症例っていうかなんかあります？やっぱり大変だった症例ですね、うん、今言ったように鼻が潰れて完全に上向いて鼻の穴が真正面から見えてしまってる。でこれは鼻の皮膚も縮んでる、中のトンネルも縮んでるんですね。ですからそれを、どうやって伸ばすかっていうことで、少し軟骨入れて伸ばしてちょっと伸びましたけれども、それでも一般的にはおかしな腹ですから、でもそうするとその長さに治ってくれて組織がだんだん柔らかくなってくるので、それを待ってまた伸ばしてみたいのを3回繰り返したケースで、3回目にようやく満足したケースはありますね。でそういうのはもう本当にあの心に残りますね。でうまくいって喜んでいただいているので嬉しさも3倍ですかね、うん、だけど余計それはいいサジェスションで、あの本当にもっとこんなに厳しくなる前になんとかできなかったなかなっていうちょっとね、気持ちもありますので、あのもっともっとその患者さんは慎重になってほしいし、お医者さんは素敵なケースばっかり追求するんじゃなくて、もしっていうそういうベースの対応方法についてもよく勉強していただきたいなと思います。